外からの魔力供給で贋作のレパートリーも増えてきましたか。強さも本物の皆様に引けを取らないレベルですが、ある程度の人物の贋作を生み出せても、それ以上の存在、ベルドラ様やリムル様、ついでに私のようなものは複製できないようです。そろそろ飽きてきたぞ。いくら増えたところで、ひとひねりの単純作業ではないか。リムル様を信じましょう。この空間の元凶を見つけてくださるはず。なんだ、あいつここにいねえのかよ。おや、生み出せないと思っていましたが、イジスという魔女、なかなか可能性を感じさせる相手のようですね。外見だけはうまくできてますね。まるで他人扱いか。悪いスライムじゃないぜ。はあ、ダメだその目。全然信じてねえな、俺のこと。さっきまでリムル様を信じましょうとか言ってたくせによ。当然でしょう。リムル様を装うなど極刑に値しますよ。この場で執行して差し上げましょう。そいつはごめんだ。俺はここの王なんだから、他の家族と違ってコロコロと死んじゃいけねえんだ。これは誇りの問題さ。家族？この煩わしい贋作たちのことですか？ああ、そうだ。俺はこいつらと一緒にこの町と同時に生み出されたんだ。それを家族と言わずして、ここを家と言わずして、なんて言えばいい。それをなんだお前ら、贋作？仮初め？ぶち殺すぞ腰巾着。よそ様の家族を殺してんだから、自分も死ぬ覚悟ぐらいできてんだろうな。本物のリムル様とは大違いですね。まるで品がない。いいでしょう。あなたもここに転がっている贋作どもと何ら変わらないという現実を教えて差し上げましょう。現実？おいおい、俺もお前もどんな世界に生まれたやつでも、仮に生きてなんかいねえし、仮に死ぬこともできやしないんだぜ。ここでの生き死にも痛みも血も現実に今ここで起きていること、これも現実だ、本物だ。俺たちは贋作なんかじゃねえんだよ。うん、さっきよりでかいぞ。外から流れ込む魔素が。これがあなたの、いな、あなた方の目的なのでしょう。バレたか。そうだよ、外の世界の何もかもを飲み込んでやる。世界を捕食してやるんだ。ちょっと、任せるとは言ったけど、さすがに外の世界の魔素を吸いすぎじゃない？それで何か問題があるのかい？終わりよ。いつか外の世界に出られた時、その世界がすっからかんじゃ面白くないじゃない。仮にそうなったとしよう、マッドシティの膨張のために外の魔素も生き物も草木も何もかもを飲み込んだとしよう、ガランドになったあっちと膨れ上がり充実したこっち、どっちを本物の世界と呼ぶべきか。俺ならここを本物と呼ぶが。最初からそれが狙いだったの？リムルテンペスト、シンシア、世界を喰らい尽くすほどの器だ。ならば余計な世界などきれいさっぱり平らげてもらおうじゃないか。世界は一つ、ここだけでいい。この鏡面世界だけが唯一無二の世界になれば、そもそも外に出る必要もなくなるだろう。どうだい、君も無理に外に出ず、ここを本物にすればいいじゃないか。つまらないわね。ほう。外から材料を吸い尽くして何を作ったとしても、それは自分で作ったもの、見たことあるものしかここにはない。私はね、鏡越しに外をあちこち覗けはするけど、例えば水たまり一つない砂漠とか、光のささない地下遺跡とか、そういうものを見て触って感じたい。箱入り娘の妄想のような言い回しだな。否定はしないわ。箱入りだし、
妄想の魔女だもの。というわけだから、この計画は中止よ。今さら君に何ができる。あの塔の制御すらできなかったんだろう。ループルーペが自動で魔素を吸い込むのは誰にも止められないはず。そうね。一度発生した合わせ鏡は私でも壊せない。でも壊せそうな連中をたくさんここに招待してあげればどうかしら。探すとは言ったけど、イジスってどこにいるんだ？いつも出たり消えたりだしな。なんでこんな時に限って出てこないんだよ。もうそうだ、もっと目立つ格好に着替えてやろうかな。俺の偽物が出てこないとも限らないし、服で見分けがつくようにディアブロの案を俺も取り入れるか。ついでにこう派手に、まあこんなもんかな。うわ、ここにも偽物が。いや、この感覚本物？リムル様、ご無事でしたか？というか、その服は一体？ああ、そうだった。本物の仲間なら服とか関係なく俺だってわかるんだった。おや、それはそうと、お前たちこそどうしてここに？リムル様を全力で捜索しようと幹部を集めていたのですが、突然空間転移のような感覚がして、気づけばここに。この空間の感触、テンペストによく似ているが、空気の匂いがかすかに違う。覚えがあります。以前シオンやゲルドさんの偽物と戦った空間、ここもそうなのですね。ああ、鏡の中の世界だ。俺とソーエも一度来たことがあります。オイラもいたっすよ。そうだったの？なんで言ってくれなかったんだ。で、そうだ、鏡の中での記憶は外に出ると忘れちゃうんだった。ってことは、もしかして白狼やガビルも忘れてただけでここに来たことあるんじゃ。いえ、わしには何が何やら面目はありませぬ。こたびは皆の案内を頼ることになりそうですじゃ。このガビル、一生の不覚。みんなが言ったことのある不思議空間、研究材料として申し分ないというのに。今まさに研究してほしいぐらいだけどな。とりあえず本物のみんなと合流できてよかったよ。本物ということはまた誰かの偽物が？それが困ったもんでさ、お前らの偽物なんだよ。強い上に見知った顔だから戦うの辛いし、なんか復活するし。俺たちの偽物とはいえ、リムル様を襲うなど申し訳ありません。いやいや、お前ら何も悪くないからね。悪いのは、はいはい、私のせい、私のせい。イジス、うわ、そうさっき立たないでちょうだい。無茶言うな。とっととこの空間をどうにかしろ。ループルーペと同じ原理とかヤバすぎるだろ。原理が分かってるなら、あなたこそ無茶言わないで。ループルーペは私でも制御できないって言ったでしょ。おいおい、じゃあどうするんだよ。このままじゃ外の世界の魔素全部ここに持ってかれちゃうぞ。そうね、それは私も面白くないわ。だからこうしてあなたのお友達も呼んであげたんじゃない。ベニマルたちのことか。お前がここに引きずり込んだのか。ちょっとした内輪揉めがあってね、その内輪を殺してほしいの。物騒だな。詳しく説明しろよ。面倒ね。一回しか言わないからちゃんと聞いてよ。なんで偉そうなんだよ。お、こいつだけはやりよるな。リムル様を装うだけのことはありますか。なんだなんだ、この程度の連中にも勝てなかったのか、うちの家族は。確かにちょっと荒療治が必要だな。よっちゃ。
か悪いが、みんな集まれ。こいつを飲めばすぐに強くなれるぞ。アーティファクト。飲めってあの玉うまいのか。味はわかりませんが、面倒なことになるのはわかります。みなぎる、はち切れる筋肉の内側からさらなる巨大な血肉が。カリブディスだ。リムルの腹の中で見たことがあるぞ。やはり鏡の中の出来事はすぐに忘れさせられるな。不便でならんわ。この状況でおしゃべりか。まあお前らなら確かにオルキヌス・オルタも余裕で倒せるだろう。だが、うわっ、増えすぎだ。窮屈でかなわん。住人全員がカリブディスに。戦況を変える策としては旧大点でしょう。見た目を問わないのであれです。見た目は関係ねえよ。どんな見た目に育ったところで家族の美醜なんぞあんまり意識しないだろ、普通。だが家族の強さは俺にとって最優先なんだよ。俺たちは全員リムルを超えなきゃならねえんだ。そう、理想の家族なんだからよ。